風にブレない TPP 断固反対、嘘つかない。で昨日大筋合意と。誰ですかね、嘘つかないと言ったのは。あの5品目、詳細は省略しますが、米の 7.8 万トンの輸入額をはじめ5品目すべてにわたってまさに投げ捨てたようなものです。5品目だけではありません。こんにゃく、パイナップル、水産品、林産品、関税が残されている産品のほとんどすべてにわたって関税の撤廃を日本政府は明け渡しました。これは最終合意では一切ありません。あの政府が出したこのペーパーの中でもですね、農産品に関してはいろんな数字が書かれてますが、その他の分野に関してはあの留保しているとかですね、それから書いてないことっていうのがいっぱいあるんですね。ですからこの大筋合意っていう言葉に私たちは騙されてはいけないと。みんなでストップ TPP、 みんなでストップ TPP、 みんなで力合わせたら止まるはずだよ TPP。 なんで秘密にされて私たちが知ることができないのに、でも私たちの暮らしに一番関係影響のあることっていうのが、そこからしておかしいなと思うので、秘密っていう時点で私は全然信用してないです。やっぱり一番の問題は食の問題だと思ってます。体にダイレクトに影響あるものなので、遺伝子組み換えとか残留農薬とか、もうそういうわけわからないものが全く知らされない状態で入ってくる、選べないっていうことになると、もう体にダイレクトに影響が出ますよね。健康とか元気っていうのが奪われるっていうのを考えるとものすごく怖いです。食は本当に一番私は怖いと思っています。2012年にこの TPP の問題のことを知って、でこれはもう多くの人に知らせなきゃいけないなと思って、反対活動とか周知活動をもう12、13、14とか3年続けてきて、で今日昨晩その大筋合意っていう報道が出て、もうこれはいても立ってもいられないっていう気持ちで来ました。やっぱ表現規制が一番怖いなって思ってます。その表現の自由が奪われたら、こういうふうに反対活動もできなくなっちゃうし、いろんな意見も言えなくなってしまうので、本当にその言論の自由とか表現の自由をが一番守りたいですね。ある種その曖昧合意ですから、何か確実に決まった文書があるわけでもないし、まだまだ交渉しなければいけない国や分野っていうのが実は細かく細かくいっぱい残っているんですね。ですからそれらを やっていくんでしょうけれども、時間がかかると思っています。で仮に最終合意ということになったとしてもですね、その時点で、まあ、テキストがアメリカの USTR はインターネットで公開すると、まあ、最短で1ヶ月後だと思いますけれども、公表されるということになって、そこから先はですね、各国のその議会でのプロセスに入ってくるわけですね。で今回アメリカは医薬品であれば8年という、まあ、アメリカからすれば相当な譲歩をしたんですが、これもすでに製薬会社の方はブーブー文句を言ってまして、いやそんなの受け入れられないと言ってる人もいますし、為替の条項だとかですね、為替操作の禁止条項のことや人権の問題とか、いろんな問題がずっとアメリカの議会の中で棚上げになってきたんですね。 TPP で実現しろというもののいろんなメニューがあるわけですね。ですからこれからアメリカ政府としては今度は議会とのバトルをやらなきゃいけないということになります。でここは相当ハードなバトルというか、十分そのこんな合意では認められないと言って突き返される可能性も私はあると思っていますし、まず概要ということしか分かりませんが、これが自民党の言った決議だとか、そもそも私たちの利害ということに照らしてですね、いかにそれはあえて言うと売国的であるかということをきちんと追及して、これは日本の国会の中でもいろんな手段を使って、訴えていかなきゃいけないと思いますし、はい、運動はもっと広げていかなきゃいけないと思います。